続いて感謝質問に入ります。新型コロナウイルスについて、大きく2点お伺いします。新型コロナウイルスの急激な感染拡大を受けて、県では8月20日から8つの徹底した感染対策を県民に求めていました。その効果についてどのように受け止めていらっしゃるかをお伺いしたいと思います。そしてもう一つ、24日の会見でこのまま感染拡大が続いた場合に、早ければ26日にも、宿泊療養施設の確保施設数を超える可能性があるというご発言がございました。現時点での逼迫状況と今後の対応についてお伺いできればと思います。お願いします。はい、8月29日までの10日間なんで、8つですね、特に観点、同居の5月以外に出居しないということであるとか、あるいは体調異変がある場合に、家族全員で検査を受けていただくとか、それから、とにかく外出を判明していただくというような、協力してくださいというお願いをしてきたところでありますが、なかなかですね、これ、もちろん定量的にですね、どれくらいやっていただいたかというのを確認するのは難しいんですが、例えば検査について見ますと、PCR 検査の状況を見ると、呼びかけ前、8月19日の木曜日が3941件だったんですが、8月25日の木曜日に見ますと、5630件に増加をしていたりですね、これ日曜日で言うと、8月29日最終日ですけども、呼びかけ前の8月15日は2400件が、8月29日に4560件になってまして増加しています。しかし人出を見ますと、コロナ前の令和2年1月下旬が基準になりますけれども、呼びかけ前の8月19日木曜日は 29.3% 減だったのが、26日木曜日は 32.6% 減と、若干ですね、減少幅が拡大しています。で、日曜日でも、15日日曜日は 45.5% 減だったんですが、29日は 49.0% 減で、いずれも半減は達成できなかったんですが、一定の減少がやはり見られたというところであります。で、一方で感染者数は8月18日に300人を超えてから高止まりの状況ということになってまして、で、これは8月20日からお願いしてきた8つの徹底した感染対策についてですね、少しずつ効果が現れてはいるのではないかというふうに思っているんですが、この発揮した効果というのはもう少しずつ少ないのかなというふうに思っています。この対策期間は終わりましたけれども、8月27日からは緊急事態宣言が適用されるような厳しい感染状況が続いているということですね。引き続き人と人との接触期間の削減が感染拡大を抑えていく上では非常に重要であるということを意識をしていただきまして、外出の半減などにですね、注意をいただきたいと思っています。で、宿泊療養施設の状況ですけれども、先週末に東北地域の施設が、稼働しまして、これは一旦ちょっと休止してたのが最悪だったんですが、8月30日時点で見ますと、稼働施設数が1748。で、利用率は 58.7% となってまして、入所者は1025人ですね。現時点では確保室数を超える状況にはなっていないということです。しかしながら感染者は依然多数発生してますし、今この、皆様ご協力いただいたおかげで、伸びを止めるということで8つのお願いをしましたけれども、その伸びはなんか止まっているところで、ですが、今後また再度の拡大するということになると、入所ができなくなる可能性というのは続きありますので、宿泊療養施設の確保を、現在も進めているというところです。具体的にはですね、西部地域には密集施設で、これ合計4つ約430室になりますけれども、それから東部地域では密集施設、これは約30室以外になります。で、これが9月上旬
から中旬に稼働できるように調整を行っているところでありまして、まあ、これで2400室の確保となります。で引き続き3年室の目標に感染状況を見ながら取得できるように努めていきたいと考えています。ではこの件について質問がある人はお願いします。広島テレビの門脇です。宣言の、まあ、対象期間が9月12日までということで2週間を切っています。で感染拡大を抑えるためにある程度のこう日数がかかると思いますけども、現段階で12日以降のこう延長などについて知事のご所見はいかがでしょうか。そうですね、まあ、解除するかどうかというのはこれは、まあ、国が確実に決めることですけども、一つの目安である新規感染者数の人口が10万人あたり、これは25人というの目安になっています。で、ここまで到達するかどうかというのを考えると解除は、まあ、正直なかなか難しい状況だと思っています。でというのもですね、9月12日に、人口10万人あたり25人、まで下がっているというためにはですね、前週比をこの期間平均で 0.53 なんで、まあ、減っていかなければいけないということで、まあ、これは新規感染者が毎週半減していくというペースになります。で、まあ、その結果が12日時点で新規感染者数が1日70人程度に下がるといったような状況になりまして、まあ、これで、まあ、1日平均100人で1週間700人で25人数字になっています。で、これまでですね平均 0.53 という数字が下がったことがないんですね。最も早い、まあ、前回の時ですから、かなり早く下がりましたけど、その時の 0.6 が最高だったので、まあ、ちょっと 0.53 で下がるというのは現状難しいのかなというのも、やはり人流が大きく関わってきますけれども、宣言が適用された後を見ても、人手があまり減ってないというような現状もあります。で、まあ、そういう状況で急速に感染が減少していくというのはなかなか期待するという状況になります。現段階での、まあ、予測という形にはなるんですけれども、その感染者の割合がこの10万人あたり25人をこう下がる見込みというのはどういったことをこう県としては予測していますか。10万人あたりの新規感染者が、25人 の、 この基準をこう下回るのをいつ頃というふうに予測されていますか。あ、日数ですか。はい、あ、現時点ではちょっと予測が難しいです。はい、まだ感染者がこう下落傾向になっているというふうには言い難いので、そのピークがいつで、その下がり始めてからどれぐらいのペースで下がっていくのかということが、ちょっと今、予測がしにくい状況になっています。で、もっと言うとですね、ちょっと先ほど申し上げているように、その人手の状況というのはですね、緊急事態宣言になって少し減りではいますけども、先ほどの、ご紹介したようにですね、ただ、前回の人手の状況と比べると、前回のっていうのは、ゴールデンウィーク前後のですね、感染拡大期におけるその人手の状況と比べると、やはりまだ十分下がっていないというのもあるので、前回と同じようなスピードで、下がるのもちょっとなかなか期待しにくいですし、まあ、デルタ株の影響もあるので、ちょっと今、見通しが非常に難しくなっているというところです。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。あ、じゃあ中国新聞。中国新聞の中川です。明日から、本格的に学校の再開ということも9月1日から始まると思うんですけれども、まあ、生徒 の、 感染もですね、依然として相次いで確認されていますが、現状 の、 知事のご認識と、先ほどの話ではなかなか感染者も下がってこないということで、
9月12日以降も部活動の休止なども続くというような認識でよろしいでしょうか。今その12日以降の、ね、対策についてはまだ今ちょっと発表する段階ではなくて今ちょっと申し訳ございませんけれども、ただ現状を見ると非常に厳しい状況になっていることは、変わらない。その他はいかがですか。すみません、広島テレビの門脇です。緊急事態宣言の要請内容を発表された際にですね、大規模施設へのこう、要請内容を今後さらになる要請内容を検討しているということでしたけれども、5月の宣言の時は1万平方メートルを超える商業施設に土日の休業を要請するなどされましたが、その辺の何か新しい取り組みについては何かありますか、要請内容として。そうですね、今入場者の管理だとか入場制限等もやっていただきまして、その状況の評価をですね、しているところです。現段階ではじゃあ特に今の段階見極めている状況でという。そうですね、今検討中です。その他いかがですか。すみません、ちょっと私からも一点お伺いさせてください。25日ですね、緊急事態宣言適用の時の会見でピークを迎えているかどうかもわからないというふうなご発言があったんですけれども、今知事の感染状況の認識としては伸びは止まったというふうなご発言でしたので、もうピークは今迎えたというふうなご認識でよろしいでしょうか。いや、それはまだわかりません。伸びは止まったことは間違いないんですが、このまま下がっていくという傾向がですね、確定したとまでも出ないので、再度拡大するかもしれませんし、繰り返しになりますけれども、その裏にある人手の状況を見るとですね、感染拡大地域からの流入というのは引き続き高いレベルで推移しています。それから県内の人手の状況もですね、飲食の休業等が始まっているにもかかわらず、夜も前回より若干高いんですよね。で、昼間はですね、全然減ってないというと言い過ぎですけども、かなり乖離がある、減ってはきてましたけども、前回のそのボトムと比べるとですね、まだ乖離があるという状況なので、それで中でデータが8割近い状況になっているという中で、これきて下がっていくというふうに今言える時にはまだないと思います。ありがとうございます。